2 2014週連続続のの値値・上ががりで、2014年以来の高値高水準いいています。石油情報センターではアメリカや中国で需要が増加するとの期待や EU のロシア産石油の禁輸による供給不安などから原油が値上がりしていることが要因と分析しています来週はこれらの要因に加え円安による影響で値上がりが続くと予想しています